どうも田中でございます。漫画レビュー、今日紹介する漫画はババン、ナンバー5。こちらの作品ね、僕が松本太陽の作品を読んできた中で一番松本太陽が描こうとしている世界が見えたような気にさせてくれる作品でしたね。これ何なのかっていうと、松本太陽が描く純粋さっていうのが前面に出てて、それが見ててすっごい面白かったんですね。それはどんな純粋さなのかというと、松本太陽の純粋さっていうのはもう赤ちゃんみたいな純粋さなんですよ。だから何を考えているのかわからない、本当に頭の中はメンヘルな状態である。でもそんなメンヘルな状態の純粋さだからこそ僕たちは見ていて感動できるんだなっていうのをつくづく思うんですよ。この赤ちゃんみたいな純粋さっていうのは漫画コミュニティのオーナーさんがハングアウトの時に言われてて、あ、確かにそうだなと思って僕すごい納得した部分なんですね。松本太陽は本当に赤ちゃんみたいな純粋さを描くからこそ、メンヘラのような描き方をしながら実はそうじゃなく純粋さというものの根源みたいなのが見せるんですよ。だから純粋さっていうものは極めつければ本当に何を考えているのかわからない、だから僕たちから見たら気違いにしか見えないことこそ純粋さである。純粋であれば純粋であるほど大人になってしまったらそれがおかしいとしか思えないことである。そんなおかしい純粋さを描くからこそ感動できてしまうっていうのも事実なんですよ。これは最近インサイドヘッドや化け物の子とかを見ていても思うんですけども、大人になればなるほど複雑なことっていうのは描けるんですよ。いろんな感情が芽生えてくるから。でも純粋な部分を描こうとするとできないんですよ。純粋なものを描こうと思ったら多分いろんな感情が入り混じって結局芯にある白い部分を見せることができないんですね。普通はそんな芯にある白いものを描けないんだけども、松本太陽ってねずっと描いてるんですよ。それは花男もそうだったし、ピンポンもそうだったし、鉄痕キンクリートもそうだった。松本太陽は悪も描くんだけども、真っ白い純粋な存在も必ず描くんですよ。その純粋な存在がいるから松本太陽の世界っていうのは最後白く輝いて終わっていくんですね。ここね、すごい松本太陽という作品を読む時のポイントだと思います。ピンポンであればペコであり、鉄痕キンクリートであれば白である、そしてこのナンバーファイブであればワンであるっていうところなんですね。本当はナンバーファイブにあたって言うとワンだけじゃなくマトリョーシカっていう魔女もいて、このマトリョーシカが多分本当の想像力の根源みたいにいるんですね。その根源の想像力っていうのが途中で消えて純粋なワンだけが残って、そのワンがそのマトリョーシカだったもの、マトリョーシカっていう人物がいて、マトリョーシカっていう精神があったんですね。その精神が消えてしまってマトリョーシカの入れ物だけが残ってたんですよ。だからその子は何もない白いものである。だからその白いものに対してワンという真っ白い純粋な存在はずっと一緒にいるんですね。マトリョーシカというものが一番ワンに近いんです。だからワンはマトリョーシカをずっと横に置いてるんです。でね、このナンバーファイブの面白いところってね、もうそういった松本太陽の純粋さを描いているからこそいろんな松本太陽の描く世界っていうのが分かるから面白いっていうのもあるし、やっぱしね、描く世界観ですよね。想像した世界だけを描くっていうところがすごく面白くて、このセンスですよね。要は抜き打ちをする瞬間、そして抜くまでのその瞬間をいろんな動物たちの目線を借りてピュッと見せて、次の瞬間に横っ飛びでバンと打ち合う、で次引きの絵になるっていう、もうここら辺ですごいかっこいい、こういうかっこいいシーンも描いているんだけども、何よりもはこういう想像力のシーンですよね。これはナンバーファイブの全員9人のメンバーを見せているシーンですけど、こういうシーンでもねすごい想像力ある、普通で描けないような絵がいっぱいあるんですね。こういうの見せられたらねやっぱりねすごいとしか言いようがないですよ。松本太陽の想像力に触れるという意味でもこのナンバーファイブはすごい面白いと思います。で、オーソドックスなさっきの抜き打ちとかの一騎打ちもすごい決まってるし、想像力とそこら辺も合わさってね、僕の中じゃターニングポイントですよね。松本太陽の一つの到達点がここにあるんじゃないかなと思います。009がすごい好きだったっていうのもわかるし、で、何よりもその好きだった世界を自分のイマジネーションに任せて書き切って純粋なものを
で終わっていく、真っ白い世界で終わっていくっていうのがいいなと思いました。だから松本太陽のこの最後の最後はここなんですね。もう見開きで見せてしまいましょう。またあそこで会おうよ、またあそこで会おうよというこの2ページの終わりが、ほんとこの宇宙の誕生で終わっていくところがね、もうなんて純粋無垢に、そして壮大に終わらせていくんだろうと思って、僕は本当に面白いとだ手放しで褒めれる素晴らしい作品だったと思います。ナンバーファイブ。読んだことない人はね、大判サイズであれば普通に買えるので、このワイドタイプはちょっとなかなか買えないと思うんですけども、買えたらワイドタイプをおすすめしたいです。やっぱ迫力があるし、このイマジネーションはこれぐらいの大きさで見たいです。本当に僕は、ピンポンと、このナンバーファイブは松本太陽の最高傑作の一角であるし、これを見た後に、鉄痕キンクリート読んだら、すごい松本太陽が描いてた世界っていうのが分かりやすくなるから、鉄痕キンクリートもやっぱ最高傑作だなって分かるんですよ。ここら辺、いろんな松本太陽の作品を知りたいって思った時に、この作品を読んだらその真髄が分かるんじゃないでしょうか。はい、ということで今回紹介されてもらったのは、松本太陽のナンバーファイブでございました。どうもありがとうございました。またねー。